菊頭コウモリは菊頭コウモリか菊頭コウモリ属に分類されるコウモリ。ユーラシア大陸、イギリス、日本、モロッコ体長6.3から8.2センチメートル。おなが2.8から4.5センチメートル。下唇の羅出板は2つに分かれる。美容を菊の花に例えたことが和名の由来とされる。夜行性で昼間は洞窟や民家等で休む。 繁殖期を除いて、私有別々の群れを形成し生活する。陶器になると、洞窟等で冬眠する。植生は、動物食で、小金虫かゲロウなどの昆虫類を食べる。森林等を低速で飛行しながら、獲物を捕食し、時には、樹上や地表にいる獲物も捕食する。繁殖形態は体制。一回に一頭の幼獣を産む。母親は、 幼獣が口で気乳頭をくわえ後足で母親に抱きついた状態のまま飛翔することが多い。メスは多くの個体が生後3年で生成熟する。20年以上生きた例もある。寝グラや冬眠場所である洞窟の減少等により生息数は減少している。日本では1929年12月17日にセイコカワ川リアナ及びコウモリ。 1938年12月14日に、岩泉憂屈及びコウモリとして、聖子川堀穴と岩泉憂屈の個体が、国の天然記念物に指定されている。2003年の重症急性呼吸器症候群、アウトブレイク以降、中国国内に生息する菊ラコウモリがサーズ、コロナウイルスに類似したウイルスを保有していることが、わかり、サーズ株の大元の保有動物として、 注目されている。ありがとうございます。